私は今日本にいる。ここから出して。今年の3月11日午後14時46分、仙台にマグニチュード8.9の地震と大津波が起こった。その影響で大勢の命が失ってしまった。また、千葉の石油コンビナートで爆発が起きた。負傷者は1名。 さらに福島第一原子力発電所では水素爆発が起こったそのせいで電気が止まり放射線が漏れた日本から香港に移民しますなぜなら香港では英語が通じるし仕事も見つけられるからですそれから日本食も手に入,る入り治安も良くて生活しやすいです